はい、はい、じゃあ今ね、上に移動してるんですよね、林中とかが。でちょっとやつらの、なんだっけ、梁山泊のね、ので兵隊がどの、兵隊がどの、で兵隊がまあちょっとずつ回復してきてるよね、うん、でまあただ俺たちが行く頃にはもう、いや大丈夫だろうっていうことで、うんうん、じゃあとりあえず林中先生にね、うん、移動するのを、ついてるね、ついてるついてる、正午も林中もついてるから、あ、じゃああれついでにあれやらせなきゃ、軍備、うん、小物訓練で林中もやるか。林中は船を持たせたいよね。小物はもう線にしなくていい、相互にあげた方がいいんじゃない。だいたい今何人ぐらい小物いるんだろう。76、誰かが奪い取った後ですね。ああ、じゃあ誰かがすごいいっぱい持ってる。ああ、なんでこういうことになってんだろうな。あれ、凛金とかがなくなったりしてねえか、大丈夫か。いや、ちょっと見た方がいいな。いや、あるあるな。武器も705あるし。え、あいつらどうなったの。あれいなくね、力士。ん、力士とかがいなくなかった、今。あ、いる。え、なんで兵隊捨ててんの、みんな。え、なんで兵隊捨てちゃったの、みんな。軍備優先にしたのにね。どういうこと、まかないなくなったの。捨てられんの、大体。死んでいくんじゃない。あ、わかった。ん、あ、違うか。死んでいくって米がなくて、っていうか、とりあえず目の前の現実を受け止めると、うん、このまんま梁山泊にはいけないよ。そうだね、うん、ここでちょっと兵隊が集まるの待たないと。もうしょうがないね、こうなっちゃったら、うん、こいつだけでいいの。そいつがいりゃいいんじゃない。いや、それよりもいなくなったな。そう、そのシステムの、そのシステム一体何だったのかと。あ、林中だ、林中、これ、うん、船100あるからさ、もう100持ってんじゃん。うん、ちょっと 100にしてさ、1000人連れてかない。ああ、800人だから任せますよ。ああ、そうだそうだ、うん、そうだ、俺は本当は持たせたい。ああ、でもそうじゃない。そうね、ピエトロさん理論だと、まあ1艘に10人は乗れんだろうと。ああ、そういう理論だからね。だから他のやつらが乗れるようにちょっと残しておくと。あ、でも軍馬は持ってきたいですよね、やっぱり林中さん。うん、なんか軍馬ゼロなんですよ。どういうことなんですかね。あ、そうだ、作ってねえの。まずは ここで、え、つうか全然ダメじゃね。全然ダメだよ、だって
ここに2000人、うん、1500人以上いると思ってきたんだもん、うん、何してくれんだよな、こんな勝手なことすんのありなの、いや意味わかんねえな、さすがそれともなんかまずい、やっぱ米が足んなくて解雇したとかそういうことなのかな、いや足りてるよね、余ってんだからね、いややっぱ足りてなかったっぽいな、足りてなかったのかもわかんないね、いやでもそんぐらいさ武器売ってさ米買いやいじゃんね、だって他に敵いないならわかるけど、うん、周りに信長の野望とかでもさもう攻め込まれなくなるとさ、うん、勝手に AI がさこう引き払ってくれたりするけど、ここもう囲まれてるからさ、あここやっとできた、おおやったやったやったけど乗っ取られる可能性出てきたの、いやーこんな時に、あそっか負けるよな、こんな時にだよ、でもさ分かった、もう畑作るか、畑がないんだよね、そういう風に思う、うん、で増えすぎて、もうちょっと待ってくれよこれ何がしたいんだよ要望が来てんだよ、うん、馬と力力士だから、あだから何でもやっぱ力比べしたいっていう、そういうこいつすごい、もう歴史レベル4だから横綱、うん、中国の横綱なんじゃない、畑今2個しかなくてこの人数やってんじゃん、だからやっぱ無理だったんだな、うん、漁村と畑をもっとちょっと強化しようかじゃん、でそうするとやっぱりあの投与なんですよ、畑作れるやつを投与しなきゃいけないんですよ、とにかく、あそうだ、じゃあもうとりあえず漁村、漁民じゃねえや、うん、漁村は作れんじゃん、うん、漁場、ああだ漁場を作ろう、漁場でいいの、いやもうだってあるやつやっとかないと、うん、そう畑待ったらいつになるか分かんないじゃん、うん、じゃあちょっと待ってね、はい、ファイ、ここにここの町は今やっと放牧ができたから、牧場、うん、牧場と、ああ漁村を作って下の町に行って東洋、ああ梁山泊が落とされた時を見越して、うん、あそれまあでもでも攻められないもんね、だからって言ってこれ林中引き上げちゃったらもう大変なことになるよ、ゼロだもんだって、ああそっか、うん、だからもうとりあえずここにいるしか、いやでも町外仲間にしたいもんね、うん、まあでもとりあえず今ここにいるしかないんじゃない、だって移動できないでしょ、高級だって攻めてくるでしょ、そうだね、ここにでちょっと人を増やさないといけないよね、うん、でその間にやっぱ賄えるだけの食料を、うん、っていうことで漁場を作れるだけ作る、漁場2個もう何もう3個でも4個でも作ってる分だけ作っとけば、もはや漁場なんてさ、なんか食べ大丈夫なのあれ、大丈夫だよ、まだあのこの頃の中国の水はきれいだから、ああ大丈夫じゃあ2個にしていい、いいよ、でも食料はもうあっても困らないですから、ああそうだね、だから今のうちにもう一気にガッて作ってしまう、うん、まあ、畑も作りたいけどね、川辺に作った方がいいよ、
川辺じゃないとできない。なるほど。これ畑だよね。え、今俺が選んだ。あ、じゃなくてこれ緑の。あ、そうね。こいつが警戒やってるよな。警戒中だよね、うん、造船場ができて、休憩と。あいつは現象号さらなる調達を。260人じゃダメだよね。260人じゃダメでしょ。まだ、え、もう3つやったんだっけ。まだやってない。まだやってない、ね、まあ一応やっとけば訓練もこれで。そこの77人で最後だもん。39人の方。あ、少ない少ない方。300人、まあ。食料問題だったのかな。そろそろあの姉子うちに、あの東洋野郎うちに来てねえかな。まだじゃない。こいつに100艘、これでもう絶対流されない。こいつは、うん、こいつはね、船マーク持ちだから、うん、まあでも次のね合戦でね、川でこれでどんだけ流されるか分かるよね、うん、ああ。とにかく弊社に、あ、来た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 、ませんよ、ちょっと頼むよ、うん、あとだって500、700人ぐらいだったっけ、うん、俺たちがやろうとしてることをやってのける、うん、あれ何これ引き分け引き分け、ああ、うん、引き分けたんだ。おお、これ行くべ行くべ、やりますか、うん、行こう二人でいいよ。おお、やりますね、うん、苛烈な決断を。こんなあれか、泥試合やった後だから、うん、よし、じゃあもうちょっとまずセーブでしょいや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 、セーブは大事、うん、でもあれですけどね、許しませんけどねちょっとさ、はい、こう軍備ご飯でも買って、ご飯買って出てった方がいいの、ここに。ああ、いや大丈夫なんじゃない、ね、だって今のところ人は少ないんだからね、うん、どうする？梁山泊放棄する？だってここいなくなっちゃうじゃん。いや今2人で行くんで、だって2人で行こうが、うん、ここの兵隊いないじゃん、うん、ああゼロだぜほぼ、うん、
まあそれでも俺は人材のことを考えたら、うん、やっちまうべきだと思うけどな。どこに、梁山泊をやっちゃうね、うん、で梁山泊をさ本拠地にした方がさ守りやすいもんな、うん、絶対絶対的にね。だって敵のヒットポイント半分からスタートって考えりゃいいんでしょあの川を渡ることに。そうなんだよね。そしたらさ、ああもういいよ、下取ろ、取ってから考えよ。わかった、うん、これ取るじゃん、うん、したら菩提中とあいつをここに素早く移動させて、うん、で600、ああそれでいけるでしょ。ああ、でもう下の町梁山泊ないから攻め込んでこれないからさ。そうだね、うん、もうそれでいきましょう。あ、そうしよう。あ、じゃあじゃあ高級が攻め込んでくれるんだって忘れんだよ、あの変な飛び地高級あ、だからそれを襲わせ、あ、そうだ、うん、繋がってんだ、飛び地高級、飛び地高級、こいつねこいつをすぐ忘れちゃうから、うん、この下の町安心みたいな変な変なね、うん、騙されたわ、うん、ただここ今俺は襲ったらさ高級怒るかな。いや怒んないでしょ、むしろ蛮族をね、ああ山賊まがいのやつらを乗せてくれたと、あの林中もあの棒の先生に戻してもらいますよ、うん、金軍師範に戻してもらいますよ。じゃあさ、うん、とりあえずセーブしたからさ、うん、行こっかで、うん、ちょっと整えて、うん、いやもう整えないよ今すぐゴール。あ、そっか、うん、整えさせない相手にも。ああ、風のごとく、風のごとく行ってから見る、もう、うん、行ってから見るぐらいのもう、うん、今さあの船野郎、うん、たつに300しかいなくね。でも林中が870ぐらいいて 1000超えてるから、で今ここでボコられたとすると、うん、泥仕合をしたとするとだよ、もうゼロインだ、うん、それも見ないでいく、いや見ようよ見るぐらいただなんだ。やったぞ、やべえやったぞ、やべえやべえ漁夫の利とはこのことですよ。いやまあ行くしかねえこれ。よし行こう、急いで。あ、じゃあちょっと心配だからセーブはしたよ。それだってあれ米だけ手に入れてく、ちょっとごあれ買って。ああいいよ。ほらやっぱ食料が足んねえんだ。だって1000ちょっとだよ、うん、だ、うん、だ武器売って武器を400ぐらいにして、うん、で1000円食料を買う。もうちょっと買っといた方が良さそうだな。1ヶ月しか経ってないのにいきなりすげえ減ったもんな、うん、だ武器をさもっと売っちまえば。こんぐらいありゃいいか。じゃあ出陣じゃ、うん、まあ正午訓練も何もしてねえけど今訓練中だよね。今訓練中だ、うん、でもまあいいよなそんなもん、うん、やったぞ占領だよ。これさ、3人連れてけばさ、1人本拠地守れるからさ。そうだね、長女に連れてくるじゃん、うん、盤石だろ、そしたら。でも、ここに本当に0人になっちゃうからさ。やっぱじゃあ、菩提中だけ呼び寄せるとかしとけば。あ、なるほどね、うん、一応300、300残すと、うん、それよりもやっぱチャンスなんで、うん、多少の無茶は必要ですよ。そしたら2人で行くか。で本拠地の守りなんてなしで、いや3人で行っちゃえばいいじゃん。
林中長吾長順で行って、うん、下の町から菩提中をここに呼び寄せとこれで餃子幕300人しかいねえから持ってきすぎ。え、なんで。まあでもあれだもんな、人数少ないからね、うん、あの、あと配分できないからもうそうね、うん、難しいとこなんだよな、うん、これおかしいになっちゃったな、うん、なんで後からでいやできんのかもしんないけど ね我々がね、うん、間抜けでそうなってんのかもしれないですけど、ちょっかい行ってくるよ。じゃあね、まさかね、うん、こんなね、ああこんなご飯がなさすぎてああ攻め込めないっていうことになるとは思わなかったから ねまあだから次、まあでもね、このギリギリのところで両山爆攻め込む あとこあいつ、はい、あの女子の見回り、ああ女子って女子いなくて、白州へ、ああいた、牧場で働き出して、うん、言われなくても、よし、じゃあよし次回、うん、やります。牢を破って脱出したってもうしょうがねえよ。いいよ、だってこれ戻って向こうでとっちめればいいんですよ、うん、およはい。